レイ・ミゼラブル第4部第13編マリウス闇の中にいる1ブリュメガイよりサンドゥニガイクへシャンブルリー街の防災へマリウスを呼んだ薄暗がりの中の声は彼にはあたかも宿命の声かと思われた彼は死を望んでいたがその機会が今与えられたのである 彼は墳墓の扉を叩いていたが闇の中の手が今や彼にその鍵を与えたのである絶望の前に暗黒のうちに開かれる痛ましい戸口は常に人の心を誘うマリウスは幾度となく自分を通してくれた鉄門の棒を外し庭から出てそして行った行こう悲しみのために心乱され もはや脳裏には何ら一定の確固たるものをも感じず青春と愛と歓喜とのうちに2ヶ月を過ごした後、今や運命を少しも受け入れることを得ず絶望から来る無双に一時に圧倒されて彼はもうただ一つの望みしか持っていなかったすなわち速やかに一切を終えること彼は足早に歩き出した ジャベルが与えた二つのピストルを持っていたので、折りよく武装していたわけである。ちらっと目に見えた若者は、街路のうちに彼の目から逃れてしまっていた。マリウスはブリューメ街を大通りへ抜けて行き、エスプラナードとアンバリード橋を過ぎ、シャンゼリーゼとルイ15世広場とを通り、リボリ街に入った。そこではまだ商店は開いており、 狂老の下にはガス灯が灯ってい女らは店で買い物をしレーテルコーヒー店では客が氷菓子を食べイギリス菓子屋では人々が小さな菓子を食っていたただ死後の駅馬車がプランス旅館やムーリス旅館から大がけで出発していたマリウスはドゥロルム通路からサントノレ街へ入った そこでは,焦点は閉ざされ商人らは半ば開いた扉の前で話し合っていい人通りはまず絶えず街灯は灯り2階から上の窓は全て平素の通り光が差していたパレーロワイヤルの広場には騎兵がいたマリウスはサントノレ街をたどっていったパレーロワイヤルから遠ざかるに従って 光の差す窓は少なくなり、焦点はすっかり閉ざされ、入り口に立って話をしているものもなく、街路は次第に暗くなり、同時に群衆は次第に密集していた。というのは通行人らはもう一つの群衆だったからである。群衆の中には誰も口を聞いているものは見当たらなかったが、しかも漠然たる深いどよめきが発していた。 アルブルセックの噴水のほとりには、いくつもの集団ができていた。それは一種陰惨な不動の群れであって、水の流れの中にある石のようにして、行き来する人々の間に貯立していた。プルーベール街の入り口では、群衆はもう動いていなかった。皆ごく小声で語り合っていて、 抵抗力のある太い健康な緻密なほとんど貫きがたい塊となっていた。そのうちにはもうほとんど黒服も丸帽子も見えなかった。仕事着、労働服、ひさし棒怖い毛のある汚れた顔などばかりだった。その群衆は夜のもやのうちに漠然と動揺していた。その囁きには 身震いをしているような荒々しい調子があった。一人も歩いているものはなかったが、地の上を踏む足音が聞こえていた。その密集した群れの向こう、ルール街やブルーベール街やサントノレ街の先の方などには、もうろうそくの光の差している窓ガラスは一つもなかった。街路には街灯の列が向こうまで寂しく続いていて、 しかも次第に数が少なくなっていた。当時の街灯は綱にぶら下がっている赤い大きな星みたいなありさまで大きな雲のような形の影を敷石の上に投じていた。それらの街路には全く人影がないでもなかった。砂銃や動いている銃剣や駐屯している軍隊などがそこに見えていた。 しかし、野獣馬は一人もそれから先に出ていなかった。そこで交通が途絶えていた。そこから群衆が終わって軍隊となっていた。マリウスはもはや何らの希望も持たぬ威力を持って突き進んだ。ただ、呼ばれたので行かなければならなかったのである。彼はようやくにして群衆の中を通り抜け、軍隊の露英地を横切り、 純らの目をかすめ将兵の目を避けた一つ回り道をしてベティジー街に入りそれから市場町の方へ進んでいったブールドンネー街の角まで行くともう街灯は一つもついていなかった群衆の地帯を越した後、軍隊の教域を通り過ぎたのだったそして彼はある恐るべきものの中に陥ったような気がした 通行人もなく、兵士もなく、光もない。誰一人いない。ただ赤猟と沈黙と暗夜とのみである。言い知れぬ旋律が彼を襲った。一つの街路に入り込むことは、一つの穴倉に入り込むがようだった。彼はなお続けて進んでいった。数歩行くと、誰かが彼のそばを駆け抜けた。 男であったか、女であったか、または数名のものであったか、彼にはわからなかった。ただそのものは彼のそばを通り抜けて消え失せてしまった。ぐるぐる回っているうちに彼はポトリー街と思われるある工事のうちに出た。その工事の中ほどで一つの障害物に出会った。手を差し伸ばしてみると、 ひっくり返っている一つの荷車だった。足先で探ると水たまりや泥や投げ散らされ積み上げられた敷石などが感じられた。気づきかけたまま見捨てられた防災だった。彼はその敷石をまたぎ越して防災の向こうに出た。それから敷石とすれすれに歩き人家の壁伝いに進んでいった。 防災から少し先に行ったとき、前方に何か白いものがあるような気がした。近づくと一つの形になった。二頭の白馬だった。午前にボシュエが解き放した乗り合い馬車の馬で、終日、街路から街路へと当てもなくさまよい、ついにそこに立ち止まり、人間が天のなすことを了解し得ないように、 人間のなすことを了解し得ないで、疲れきって気長に待っていたのである。マリウスはその二頭の馬を後に残して進んだ。コントラソシアル街らしい一つの街路に達した時、一発の銃弾がどこからともなく闇を貫いてき、そばをかすめすぎ、すぐ頭の上で、ある理髪屋の店に下がっていた銅のひげそり皿に穴を開けた。 1846年にはなお、コントラソシアル街の市場町の京中の角に、この穴の開いた髭剃り皿が見えていた。その住家はなお人のいる印だった。しかし、それからはもう彼は何者にも出会わなかった。その童貞は、あたかも一段一段と暗黒の階段を降りてゆくがようなものだった。 それでもマリウスはなお前進を続けた。二、フクロウの見下ろしたるパリー。その晩、コウモリかまたはフクロウの翼を持ってパリーの上を飛んだならば、眼下に沈痛な光景が見られたであろう。市場町の古い一角は、市中においてさらに一死をなしているかの感があって、 サンドゥニガイとサンマルタンガイとがそこを横切り、また無数の工事が錯綜し、それをボートらは要塞となし、閉営となしていて、上から見下ろすときにはパリーの真ん中に開けられている大きな暗い穴のように見えるのだった。それを覗き込めば、あたかも深淵の中を見るがようだった。街灯は壊され、窓は閉ざされているので、 あらゆる光と生命と響きと動きとはなくなってしまっていた。暴動の目に見えない警戒が至るところを見張って秩序すなわち暗夜を維持していた。暗黒のうちに省税を包み込みその暗黒のうちに含まっている可能性を利用して各戦士を多数に見せかけることそれが反乱の必要な戦術である。 日が暮れるや、ろうそくの光がさしている窓は皆銃弾を受けた。灯火は消され、時としては住民まで殺された。かくて何者も動いているものはなくなった。そこにあるものはただ、人家のうちにおいては恐怖と哀悼と模身のみであり、街路においては一種神聖な旋律のみであった。窓や軒の長い列も、 円筒も屋根の工程も泥にまみれ雨に濡れている敷石の上の漠然たる光の繁栄も全て認められなかった。そして上からその頂上した闇の中をのぞけば徐々に間を隔てて断ち切れた妙な線や異様な構造物の輪郭などを浮き出さしているおぼろな明るみが廃墟の中を行き来する光に似た何かが多分かすかに見られただろう。 それがすなわち防災のある場所だった。その他は、もや深い、重々しい、痛ましい、暴爆たる闇で、その上に高くサンジャックの塔やサンメイリーの街道や、また人工のために巨人となり、さらに夜のために妖怪となっている二三の高層な道具が、気味悪い不動の姿をしてそびえていた。 赤前たる恐ろしいその迷宮の周囲。人の行き来はまだ耐えていず、わずかな街灯がまだ灯っている町々には、サーベルや銃剣の金属製の光や、放射の重い響きや、刻々に大きくなってゆく黙々たる軍隊の異臭など、すべて暴動の周囲を徐々に取り囲み、引き締めてゆく恐るべき帯が、上からはっきり見て取られただろう。 行為された一角は、もはや一種の恐ろしい洞窟に過ぎなかった。そこでは全てが眠っているか、あるいは身動きもしないでいるように思えた。そして今述べた通り、どの街路も皆ただ闇の中に包まれていた。それこそどう猛な闇であって、至るところに罠があり、至るところに何とも知れぬ恐るべき障害物があり、 そこに入り込むのは恐ろしく、そこに留まるのはさらに恐怖すべきことであって、入ってゆく者らは待ち受けている者らの前におののき、待ち受けている者らはまさに来たらんとする者らの前に震えていた。目に見えない戦士らが街路の隅々に潜んでいた。フ母の口が暗夜の深みに隠れていた。万事は終わったのである。 今やそこで期待されるひらめきといえば、ただ重家のみであり、そこで期待される遭遇といえば、ただ突然の急速な死の出現のみだった。いずこにて、いかにして、いつの時にか、それは誰にもわからなかったが、しかし確実であり、咲くべからざることであった。そこで、相当のために闇で覆われたその場所で、政府と反乱とは、 国民兵と仮想社会とは、市民と暴民とは、手探りに互いに接近しつつあった。いずれにとっても同じ必然の運命があった。殺されていずるか、もしくは勝利者となっていずるか、そればかりが今は唯一の出口だった。事実は極めて切迫し、暗黒は極めて力強く、 最も臆病な者らも決意を感じ、最も勇敢な者らも恐れを感じていた。また双方とも、奮激と熱中と決心とを同等に持っていた。一方にとっては、進むことは死でありながら、誰も退くことを思わなかった。他の一方にとっては、止まっていることは死でありながら、誰も逃げることを思わなかった。 必ずや翌日までには全てが決定し、勝利はいずれかの手に帰し、反乱は革命となるか、あるいは暴挙に終わるかのほかはなかった。政府も一揆も共にそれを了解し、一回の市民までもそれを感じていた。それゆえ、すべてが決戦とするその一角の見通すべからざる暗黒のうちには、真通の念が漂っていた。 またそれゆえ、まさに復滅が焦然とするこの沈黙の周囲には一層の懸念が漂っていた。そしてそこに聞こえるものはただ一つの響き、瀕死の喘ぎに似た痛ましい響き、呪詛の声に似た恐ろしい響き、すなわち三名ーの継承の音のみだった。 暗黒のうちに同国する狂乱し絶望せるその鐘の響きこそ世に最も人を立然たらしむるものであったしばしば見られる通り今や自然も人間がまさになさんとすることと調子を合わしているようだったその痛ましい両者の調和を何者も乱すものはなかった星は姿を隠し重々しい雲は 陰鬱な層をなををしてて空の四方を覆っていた。死のごときその一角の街路の上には暗い空がかぶさっていてあたかもその広い墳墓の上に広大な模布を広げたようだったまだ全く政治的のみなる戦いがすでに多くの革命の事変を見たその一角のうちに次第に準備されつつある間に青春と秘密結社と学校とが 主義の名において、また中流市民階級が利害の名において、互いに衝突し、駆逐し、相当戦として接近し合っている間に、各人が足を速めて危機の最後の決定的瞬間を呼び起こしている間に、一方、その致命的なる一角の外遠くに、 幸福栄養なるパリーの紅葉の下に隠れているその古い惨めなるパリーの底知れぬ洞窟の深みに民衆の陰惨なる声の重々しく唸るのが聞こえていたそれこそ恐るべきしかも聖なる声であって獣の方向と神の言葉とからなり弱者を怯えさし賢者を戒め獅子の声のごとく力来るとともに 大殿のごとく天から来るものであった。三、最後の一端。マリウスは市場町に達していた。そこは金棒の街路よりも一層静かで暗くひっそりしていた。あたかも氷のごとき墳墓の静けさが力入れて空の下に広がっているかと思われた。けれども、 一畳の赤い明るみがシャンブルリー街のサン・ティスターシュの方を塞いでくる人家の高い屋根をその真っ黒な奥に浮き出さしていた。それはコラント邸の防災の中に燃えている松明の繁栄だった。マリウスはその赤い光の方へ進んでいった。そして野菜市場まで行くとプレイシュール街の暗い入り口が見えた。 彼はそこに入っっていった。向こうの端に立っていたボートの見張りは彼の姿を見つけなかった彼は今まで探し求めていたもののすぐそばに来たことを感じつま先で歩き出したかくてモンデトゥール工事の短い街路の曲がり角まで達した読者の記憶する通りそれは アンジョーラが開いておいた外部との唯一の交通路であった。最後の人家の角から左へ頭を出して、彼はモンデトゥール街の中を覗き込んだ。彼自身をも包む広い闇を投じているシャンブルリー街とその工事との暗い角から少し先に、敷石の上のかすかな明るみと居酒屋の小部分と、その向こうには、 一部変な形の壁の中にちらついている豆ランプと銃を膝に乗せてうずくまっている数名の男と彼は認めたすべてそれらは彼から10件ばかりのところにあったそれは防災の内部だった工事の右手に立ち並んだ人家は居酒屋の他の部屋と大きい方の防災と赤旗と彼の目から遮っていた マリウスにはもはや一歩残っているのみだったその時この不幸な青年はある標石の上に腰を下ろし腕を組みそして父のことを思った彼は自分の父である勇壮なポン・メルシー大佐のことを思った大佐こそはいかにも高媒な兵士であって共和政府のもとにあってはフランスの国境を守り 皇帝のもとにあっては、アジアの境にまで進みゆき、ゼノア、アレキサンドリア、ミラノ、トリノ、マドリッド、ウィンナ、ドレスデン、ベルリン、モスコーなどの都市を見、ヨーロッパのあらゆる優勝戦場に、マリウス自身の欠陥の中にある同じ血潮の数滴を残し、規律と四季との中に年齢にも増して白髪となり、 常に検体を締め、検証は胸の上に垂れ、傍傷は火薬に黒ずみ、額には軍防のために筋がつき、勝者に陣営に、露営に、また野戦病院に世を明かし、かくて二十年の出生の後に、頬には傷跡をとどめ、顔は微笑み、素朴で、平静で、崇高で、小児のごとく純潔で、 フランスのためにすべてを尽くし、何らフランスに反することをなさないで、大戦駅から戻ってきたのであった。彼は自ら言った。自分の日もまた到来したのである。自分の時もついに鳴らされたのである。父の後に自分もまたこれから、毅然として勇敢に、大胆に、弾丸の前を行き来し、銃剣に胸を差し出し、 己のの血を流し、敵を探し、死を探さんとするのである。今度は自分が戦いをなし、戦場に降り立たんとするのである。しかも今、その戦場は街路であり、なさんとする戦いは内乱なのである。彼は内乱が自分の前に深淵のごとく口を開いているのを見、そこに陥ってゆく自身を顧みた。その時、 彼は身を震わした。彼は祖父がある古物商に売り払ってしまった非常に惜しい父の剣のことを思った。彼は自ら言った。しかしその勇ましい潔い剣が暗黒のうちに苛立って自分のところを逃れ去ってしまったのはかえってよかったのである。そのように逃げ去ってしまったのも賢くて未来を予見したからである。 暴動を、溝の戦いを、敷石の戦いを、穴倉の風窓からの銃火を、背後から与え合う銃撃を予感したからである。マレン号やフリートラントの戦いを経て、シャンブルリー街に行くことを欲しなかったからである。父と共にあれだけのことをなした後、その子の自分と共になすべきことを欲しなかったからである。 彼はまた自ら言った。もしその剣が今手元にあったならば、もしその剣を死せる父の枕辺から手に取って、街路におけるフランス人同士の野戦のために、あえて持ち出していたならば、確かにそれは自分の手を焼き尽くし、天使の剣のごとく自分の前に炎を発し始めたであろう。また彼は自ら言った。 その剣が今手元になく行方知れずになったのは幸せなことである。死闘なことであり正当なことである。祖父こそ帰って父の光栄を真に守ってくれた人である。大佐の剣は今日祖国の横腹をえぐるよりも競売に伏せられ古物商に売られ鉄くずの中に投げ込まれる方が帰って良いではないか。 そしてマリウスは苦い涙を流し始めた。それは実にたまらないことであった。しかしどうしたらいいのか。コゼットなしに生きることは彼には到底できなかった。彼女が出発した今となっては彼はもう死ぬより他はなかったのである。自分は死ぬであろうと彼女に明言したではないか。彼女はそれを知りつつ出発した。 それはマリウスが死ぬのを好んだからに違いない。そうしてまた彼女がもう彼を愛していないことは明らかだった。なぜならば彼の住所を知りながら断りもなく一言の言葉もなく一つの手紙も送らずそのまま出発したからである。今や生も何の役に立つか、また何故の生であるか。しかも ここまでやってきながらまた後ろに下がろうとするのか。危険に近づきながら逃げようとするのか。防災の中を覗き込みながら身を隠そうとするのか。要するに、もうそういうことはたくさんだ。はっきり見た。それで十分だ。単に内乱ではないか。足を返すべきである。と言いながら、震えて逃れ隠れようとするのか。 自分を待っている友人らを見捨てようとするのか。彼らはおそらく自分の助力をも必要としているだろう。一握りの人数をもって多数の軍隊に対抗せんとしているだろう。愛にも友情にも誓いにもすべてに同時に裏切ろうとするのか。自分の卑怯さを愛国心の美名で装おうとするのか。いな。 それは出来がたいことであった。そしてもし父の霊がそこに影の中にいて、彼が退こうとするのを見たならば、彼の腰に剣の平打ちを食わして叫んだであろう。進み受け、卑怯者めが。主樹の考えが入り乱れて、彼は頭を垂れていた。しかるに突然、彼はまた頭を上げた。 一種の三千たる信念が彼の脳裏に浮かんだのである。墳母の間近においては特に思想の明確をきたすものである。死のそばにあっては真の目が開けてくるものである。まさに参加せんとするその行動の幻が彼に現れた。それはもはや悲しむべきものではなく壮大なものであった。紫外線は ある内心の働きを受けて、彼の思想の目の前に、にわかに姿を変えた。無双のあらゆる疑問の群れは、騒然として彼の頭に浮かんできたが、彼は少しもそれに乱されはしなかった。彼はそれに、いちいち答弁を与えた。およそ、父は何故に生きることがあろうぞ。反乱も、尊い義務とまで高まりゆく場合がないであろうか。 目前の戦いに身を投じても、ポンメルシー大佐の子として恥ずべき点がどこにあろう。もとよりそれは、モンミライやシャンポーベール、各個役者中、ナポレオンがプロシア及びロシアの軍を破りしところ、ではない。それは他の一時である。それは神聖なる祖国の土地の問題ではないが、聖なる思想の問題である。 祖国はおそらく嘆くであろう。しかし人類は賛美するであろう。それにまた、真に祖国は嘆くであろうか。フランスは血を流す。しかし自由は微笑むのである。そして自由の微笑の前には、フランスは己の傷を忘れるものである。また、さらに高い見地よりこれを見るときには、内乱を何と言うべきであろうか。 内乱、それは一体何の意味であるか外乱というものが存在するかすべて人間間間のあらゆる戦争は皆同胞間の戦いではないか戦いはただその目的によってのみ区別されるべきである。世には外乱もなく内乱もない。ただ不正の戦いと正義の戦いとがあるのみである。 人類全体の大協約が締結される日までは、戦争は少なくとも遅れたる過去に対抗する進んだる未来の努力たる戦争はおそらく必要であろう。この戦いに何の何ずべき点があるか。戦いがはずべきものとなり、剣が相口となるのは、ただ、権利と進歩と道理と文明と真理等を指す時においてのみである。 その時こそ内乱もしくは外乱は不正なものとなり罪悪と呼ばるべきものとなる。けれども正義という聖なる一時を他にしてはいかなる権利をもって戦いの一形式が他の形式を警部することができるか。いかなる権利をもってワシントンの県はカミーユー・テムーラン各個役者中バスティーユ牢獄の攻撃を指揮せし人。 のやりを否認することができるか。外敵に対抗したレオニダスと暴君に対抗したチモレオンといずれがより偉大であるか。一人は防御者であり、一人は救済者である。都市の中において武器を取って立つ者を皆、その目的の遺憾に関せず侮辱することができるか。ブルツス、マルセル、ブランケンハイムのアルノルト、 コリニーなどに皆地獄の楽輪を押すことができるか総輪の戦い、街路の戦い、それが何故にいけないかそれはアンビオリックスやアルトベルドやアルニックスやペラーヨなどが成した戦いであった。しかもアンビオリックスはローマに対抗し、アルトベルドはフランスに対抗し、マルニックスはスペインに対抗し、 ペラーヨはモール人に対抗して、皆外敵と戦ったのである。しかるに、王政は外敵であり、圧政は外敵であり、神聖なる権利、各個役者中、先制君主のいわゆる、は外敵である。先生が人の精神的国境を犯すのは、あたかも外交が地理上の国境を犯すと同じである。暴君を追うも、イギリス人を追うも、 共に己の領土を回復することである。講義のみでは足りない時も到来する。哲理の後には実行を要する。はつらつたる力は思想が草案したところのものを完成する。縛られたるプロメシウス、かっこ役者中。アイスキロスの儀曲、火を盗みてジュピテルより岩に縛られしところを取り扱える者は、ことをはじめ、 アリストゲイトン、かっこ役者中、ハルモディオスと共にヒッパルコスを覆せし者はことを終える。百科事典、かっこディドローラのは人の魂を照らし、8月10日1792年はそれに電気を与える。アイスキロスの後にはトラジプロスがいで、ディドローの後にはダンドンが出る。およそ群衆は、 狩猟をいただきたがる傾向を持っている。その集団は無感覚を生む。一群衆は容易に一回となって復讐する。故に彼らを奮い立たせ、突き進め、解放の恵みをもって刺激し、真理をもってその目を打ち、激しく巧妙を投げ与えなければならない。彼らは自ら多少己の救済によって来撃されなければならない。 その幻惑は彼らの目を覚まさしむるものである。ゆえに継承が必要となり、戦いが必要となる。偉大なる戦士が立ち上がり、その勇壮さをもって諸国民を照らし、いわゆる神聖なる権利、シーザー式の公営、武力、猛進、責任を知らざる主権、絶対的権威などのために、 闇で覆われてるこの哀れなる人類を揺り動かしてやらなければならないのである。人類は実に暗黒の影暗い勝利をその偽りの後期のうちにただ呆然と打ち眺めてばかりいる右后の衆に過ぎない。暴君を打ち倒せ。しかしそれは誰のことを言うのか。ルイ・フィリップを暴君というのか。否 彼はルイ16世と同じく別に暴君ではない。彼らはいずれも歴史が普通に善良なる国王と呼ぶところのものである。しかしながら主義は裁断することを得ないものである。真実なるものの論理は直線的なものである。真理の特性は追従を知らないところにある。ゆえに譲歩はすべて不可である。 人間に関する侵害はすべて廃さなければならない。ルイ16世のうちには、いわゆる神聖なる権利があり、ルイ・フィリップのうちには、ブール・ボンケなるがゆえにが、家柄の特権がある。両者はともにある程度まで、権利の散奪を代表している。そして、あらゆる散奪を相当せんがためには、彼らをも打ち倒さなければならない。 フランスは常に先頭に立つものであるから、それが必要である。フランスにおいて主君が倒れるときには、至るところにおいてそれが倒れるであろう。要するに、社会的真理を打ち立て、玉座を自由の手に返し、民衆を本来の民衆たらしめ、体験を人間に戻し、非を再びフランスの頭に着せ、 道理と公正等をその円満なる状態に返し、各人を本来の地位に複せしめながら、あらゆる欠航の方がを根絶し、世界の広大なる一致に大いがもたらす障害を除き、人類を正当なる権利の水準に引き戻すこと、これ以上に正しい趣旨があろうか、また従ってこれ以上に偉大な戦いがあろうか、 かかる戦いは平和を確立するところのものである。偏見、特権、臆説、虚偽、強制、乱用、暴行、不正、暗黒などの巨大な城塞は、なおその憎悪の塔を脅かして社会の上に立っている。それを打ち倒さなければならない。その機械なる塊を破壊しなければならない。 アウステルリッツにて勝利を得るのは偉大なることである。バスティーユの牢獄を占領するのは広大なることである。誰でも自身に親しく感じることではあるが、魂こそは普遍性と統一性とを共に有する驚くべきものであって、最も気球なる極端にあっても、ほとんど冷然と推理し得る不思議な能力を有するものである。そして、 道国せる感情と深い絶望とは、その最も悲痛な独語の苦悩のうちにあってもしばしば問題を取り扱い論議するものである。論理は経緯と相交わり、論法の糸口は思想の痛ましい動乱のうちにも切れることなく浮かんでくる。マリウスの精神状態はちょうどそういうところにあった。各推理し、圧生せられ、 しかも意を消し、しかもなお躊躇しながら、一言にして言えば、まさになさんとすることの前に戦慄しながら、彼は防災の中を見回した。ボートらは身動きもせずに小声で語り合っており、期待の最後の局面を示す沈黙と壮上との中間の気が漂っていた。彼らの情報、四階のある軒窓には、 妙に注意を済ましているような傍観者とも立ち会い人ともつかない男の姿が見えていた。それは、ルカブクに射殺された門番であった。敷石のちに囲まれた松松の繁栄で、下からその頭がぼんやり認められた。色を失い、身動きもせず、物に驚いたらしい様子で、頭髪を逆立て、開いた目を見据え、口をぼんやり打ち開き、 好奇心に駆られたような様子で街路の上に乗り出して、松明の陰酸なおぼろな光に照らされているその顔ほど世に異様なものはなかった。あたかもすでに死んだ者がまさに死難とする人々を見守ってるかのようだった。その頭から流れた長い血の滴りが赤い糸のようになって軒窓から2階のところまで垂れ、そこで止まっていた。